平成26年台風、第23号は2014年12月29日に発生した台風。進路図12月26日にパラオの北西で熱帯拡乱の形成が始まり、27日には熱帯低気圧へと成長。合同台風警報センターによって熱帯低気圧番号 23W が与えられた。精神した 23W は、 フィリピンの観測域に達し、二十八日に、フィリピン大気物理天文局は、フィリピン名、シニエンと命名。二十三 w は二十九日九時に、フィリピンの北緯八度五十五分、統計百二十六度零五分で台風となり、アジア名、チャンミーと命名された。暴風域を持たずにゆっくりとした速度で精神した台風は29日に、ミンナオ島に上陸して、 フィリピンを横断30日にはスールー海に達した後に進路を南寄りに変え同日21時にスールー海の北緯7度統計120度で熱帯低気圧になったこの台風は発生日時が統計開始以降2番目に遅い台風となった台風の接近に伴いレベル1から2の暴風警報がミンダナオ島やビサヤ諸島ルソン島に発令された 台風の接近に伴い、29日から航空便や船舶の欠航が相次いだ。また、30日にはパナイ島のカリボ国際空港でエアアジアゼストの旅客機が滑走路をオーバーランする事故が発生している。2015年1月10日までの集計では、洪水や地滑りなどによって66名が死亡、43名が負傷、6名が行方不明。 家屋の全壊610棟、半壊2687棟となっており、約58万人が台風の影響を受けた。ありがとうございます。